ああ、なんだかすごく悲しい別れなんですけど。お、グズマが来た。ん？なんだ？どうしたってんだよ。いいところだったのによ。いいところ。親子水入らずのってこと？やっぱいい人やん、グズマ。この世界が崩れるんじゃないの？ウツロイドさんがたくさん。なに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 、マヒナペーヤ。お、消えそう。お、消えた。なに、連れて行ったの？自然に消えたの？あ、元の場所に戻ってきた。あ、なるほどね、みんな一緒に。心配で登ってきたら伝説のポケモンはおるわ。変な穴は開いておるわ。とにかく無事でよかった。ハプーはずっと下におったんか。ハプーさん、母様は？ネオルだけかな。あ、ネオルだけっぽいね。そこのでかいの、ご婦人をお連れしろ。弱っておられるが無事じゃ。早く手当てせねばの。え？あ、ああ。ちゃんと言うこと聞く。そこのでかいのってそんな言うほどでかくなくない？あゆな、トレーナーではないリーリエをよく導いたの。リーリエも頑張ったな。下で待っておるから落ち着いたら来るのだ。は、はい、ハプーさん。で、ルナーラは一体どうなるんやろ。ルナーラさん、あなたを元の世界に戻すはずだったのに、私が助けてもらってばかり。元の世界ってどこ？あの世界？本当に、本当にありがとうね。マヒナペ。どうしたの？なになに？あなたの考え、当ててみましょうか。あなた、私アイナさんとまだまだ旅をしたいんでしょう。マヒナペ。おお、マジで味方に。いや、もともと味方やけど。仲間に。当たりでしょ。だって私、あなたとずっとそばにいた。言ってみれば、家族だもの。あなたの思いわかります。私も同じ。アローラのいろんな島を巡り、多くの出会いがありました。ククイ博士とバーネット博士、島キング原さんと孫のハウさん、鬼すずめさんに襲われた時にさっそうと現れ、助けてくれたアユナさん。他にもたくさん。あなたの暮らしていた世界が、どんな世界かわかりませんが、アローラの世界も知りたいよね。原さんがおっしゃっていたでしょ。ポケモンや人に出会うことで、人生が面白くなるって。マヒナペ。え、トレーナーじゃなかった。リーリエが初めて持つポケモンが伝説のポケモン？凄すぎじゃね？でもね、私ではダメだから。トレーナーでもない私には、あなたが望む冒険や、ポケモン勝負はできないもの。え、くれるの？アユナさん、この子と向き合い、ボールに入れてあげてくれますか？この子の思い、あなたと一緒に旅をしたい思いを叶えてほしいのです。リーリーも一緒に来ればいいんじゃないの、別に。ね。星雲ちゃんと勝負、認め合えるように頑張ろうと。あ、ただ単にボールを投げつけるわけじゃなくて、戦わなければいけないのね。なるほど。マヒナペーヤ。いけるの？え、待って、回復してる私。ルナーラが現れた。え、みんな体力さっきのまんまじゃないの？あ、回復してる、いつの間に。そしてルナーラって何タイプだ？飛行タイプ？なんかパッと見た感じ飛行タイプっぽいけど、ピカチュウで行こうか。え、ピカチュウで、これってさ、どうなるん？やっつければいいの？それとも普通に野生のポケモンと同じようにさ、体力ギリギリ残して、ボール投げつければいいの？なんかその辺よくわからんのやけど。ルナーラをやっつけたとかならんよね。じゃ、とりあえず一回やってみようか。手加減。手加減とかする必要ないかもしれんけど。弱っ。
あ、効果がない。マジか。ノーマルタイプが効かんのか。地面は？地面も効かなさそうな気がするけど。あ、効くのか、こっちは。なるほど。じゃあ、これでじわじわ行ってみます？とりあえずね。あ、じゃあこれで、どうしたらいいかな。ハイパーボールでいいんかな。とりあえず。おーし、いけ、ハイパーボール。たっぷり買っとるけんね。さあ、入れよるなーら。あ、入りそう。イエーイ。あ、こういう感じで普通に捕まえればいいんやね。やったー、ルナーラを捕まえたぞ。ルナーラのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おお、かっこいい、かわいい。ルナーラ登録完了。素晴らしいやん。伝説ポケモンが登録されたろ、レッツ調べろと。ルナーラガチリンポケモン。何ガチリンって。エスパーゴーストなんや。へえ。別世界に住むと言われる。光を喰らい続け、真昼も闇夜のように陰らせる。ふーん。ニックネームはいらない。星雲ちゃんじゃない、ニックネーム。ボールを回収してください。何、どういうこと。あ、ルナーラ普通に連れていけばよかった。ね。ルナーラさん。うん、星雲ちゃん。これからはアイノさんがあなたの親ですよ。知ってる？トレーナー捕まえたポケモンの親と呼ばれるの。何もできなかったくせに、あなたを連れ出してよかった。これからはアイノさんと広い世界を見るのよ。強いポケモンさんに全力で挑む勝負。いろんなトレーナーさんとの胸躍る交流。アイノさんなら、いろんな世界をあなたに教えてくれますから。アイノさんなら、あの子を成長させてくれます。よろしくお願いしますね。私は母様のそばにいますから。あの様子、心配ですし。あ、冒険自体もうやめるんや、リーリエ。なるほど。それならまあ預けていくのもわからんでもない。じゃあ私はまたこれから一人なわけだ。星雲ちゃん、バッグからすぐに出たがったように、ボールから出ようとしないでね。今のあの大きさで出てこられたら困るよね。それから、あなた強くなったんですから、無邪気に甘えて相手を怪我させないでよ。あと、勝手に別世界に行くのもダメですよ。アユナさん困りますから。もうめっちゃ心配しとるやん、リエリエ。じゃあ、私、もう行きますね。アローラ。はあ、なんだかすごく悲しい別れなんですけど。ん？てか、ハプーは一体どこへ？お、グズマそこに残っとるし。グズマじゃなかった。口なしさんやった、なぜ？サイダーまで来るのは相変わらずくたびれるけどよ。すげえもん見ちゃったよな。わざわざ来てよかったよ。博士の頼みも聞いてみるもんだ。何しれっとそこにいるの。島巡りで全ての試練、大試練をこなした者が挑む最後の試練。それが大試練なのよ。まあ、島キング、島クイーンの4人に勝ち抜く儀式だったが、今年からちょいと変わるってよ。何それ。なんたってアローラにもポケモンリーグができたからね。つうわけで姉ちゃん、裏裏島はラナキラマウンテンのふもとに行ってくれるとありがたいね。ほら、覚えてるだろ？カップの村。工場の人いたよな。あいつも準備して姉ちゃんを待っているんだよ。なんなら連れて行ってやるけどよ。ついてくるかい？あ、行きます行きます。旅は道連れってね。その不敵な笑みをやめてください。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。
まったねー。